はい、皆さんこんにちは、ビジメです。今回はですね、ちょっと今更感があるんですが、プレッシャーファンのご紹介をしたいと思います。タンブファンとプレッシャーファンって、大体この2つがよく使われるファンなんですけれども、今回はプレッシャーファンのご紹介をしたいと思います。ということで近くで見ていきましょう。はい、それでは近くで解説していきます。新品の方が最初は滑りやすいので練習しやすいかもしれませんが、タンブファンは結構使い古してくるとトランプ同士はくっついちゃってうまく広がらないんですけども、プレッシャーファンはその点特徴的なのは大きく広がるのと、あとはくっついたデックでも広がりやすいというところが特徴ですね。はい、ではまずですね、持ち方なんですが、左手の人差し指、中指、そして人差し指ですね。こういう感じでデックを持ちます。やりやすければ自分で調節して大丈夫だと思うんですが、ベーシックな場所はここですね。そしてこのままデックを斜めにします。このような形で。そして最初の方はこのようにデックを最初から斜めにしておくとファンがやりやすいので、慣れるまではこの方法でやってもいいと思います。はい、この位置に持ったら右手はスプリングですね。スプリングの位置にこのように持ってきます。こんな感じですね。下のだいたい半分よりちょっと右側に親指、そして人によって使う指は違うんですが、人差し指、中指、薬指、小指は使わないと思うので外しても大丈夫です、をこの位置に置きます。そしてスプリングはこのように曲げて反発で飛ばすんですが、プレッシャーファンもこの位置にしたら曲げます。こんな感じでこのように曲げて1枚ずつこのようにトランプを広げていくという形になります。こんな感じですね。プレッシャーファンは結構感覚的には難しい部分が最初あると思うんですが、慣れてくると指の位置などが人によって変わるんですが、それが自分で調節できると思います。スローでやるとなかなか広がりづらいんですが、どうしてるかというと、この3本指で約半分より少し行ったところまで行ったら、あとは人差し指1本でこのように広げます。最後の部分ですねを広げる形になります。はい、デックをこの位置に斜めに持ったらこれぐらいですね、これぐらい曲げて、圧力、プレッシャーというのは圧力という意味なんですが、圧力をかけながらこのようにトランプを右方向に広げていきます。そして最後人差し指、広がってない部分を広げます。こういう形ですね。で、慣れないうちは結構曲げても大丈夫かなという心配する方もいらっしゃるんですが、結構曲げても大丈夫です。バイシクルとかは結構いい素材でできているので、そこまですごい傷んだりはしないので、この練習では。なので怖がらずやってみるのも大切です。こんな感じですね。ここまで曲げちゃいますね。で、この曲がっているところの下部分からこのように右にずらしていきます。最初はなかなか難しくて全体きれいに広がりにくくて、例えばどうなこういう感じでファンがきれいにならなかったりすると思うんですが、慣れてくるとできるはずなので
ぜひ諦めずに頑張ってみてください。ということで、すごい簡単にはなりますが、ルシアファーのご紹介でした。ありがとうございます。あとは慣れてくると、まあプレッシャーファンで、まあ、ジャイアントファンもこのようにできるようになります。まあ、ジャイアントファンの場合はちょっとバランスが難しいので、ちょっと普通のプレッシャーファンよりちょっとやり方が変わるんですが、プレッシャーファンを覚えておくと、ジャイアントファンだったりとか、あとは傷んだカードでも、まあ、タンブファンでも開かなくなったデックでも多少開くようになるので、ぜひプレッシャーファンは覚えておいていいと思います。こんな感じです。あとですね、プレッシャーファンを覚えるとですね、僕の別動画にあるアンダープレッシャーという、まあ、このようなテクニックですね、カードを流すこういうフラッシュがあるんですが、これをすぐに習得することも可能です。まあ、どちらからでもいいんですが、プレッシャーファンをやっておくと、アンダープレッシャーは結構早く習得できるようになると思いますので、ぜひ頑張って練習して習得してみてください。ということで、プレッシャーファンでございました。